辻からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。俺なんかもうなんか常にあのプロ野球の買収しようとした時とか、野村克也さんとか、星野選手さんとか、野村克也さんとかプロ野球の解説監督さんとも NHK で仲良かったんで、だから野村さんと喋ってると、とにかくこうお金を使わずに強くするっていうことをこう学んできたので。野村さんってめちゃくちゃ頭いいですよね。野村さんめちゃくちゃ頭いいですよ。俺なんか、もうなんか常にあのプロ野球の買収しようとした時に、俺会ってるんだけど、ロートルのおじさんぐらいに思ってて、会ったらめちゃくちゃ面白くて、すっげえ賢いなこの人と思って、ね。そうですよ、もちろん。あの人は結局何回を辞める時にサッチを取るか、何回野球を辞めるかで、うん、もう野球辞めてでもサッチって言って、うん、でもそれでも西武との交渉とかも自分でされてるんで、うん、でもうめちゃくちゃ賢いですよ。星野さんは金の話しかしないんですよ。わかる。センさんはね。うん、もう別にコーチがあってほら、ちょっと悪いですけど、もう野村さんは野球の話は止まらないです。ねえ。もちろん。いや、もうずーっと野球の話で。だから僕は阪神の檜山ライト前進事件っていうか作戦を僕は暴いたんですよ。うん。それわかんないですけどね。甘いです。まあ、二人しかわからないことなんですけど、うん、でも、ライトの檜山っていうのはすごい後ろを守ったんですよ。うん、甲子園で逆風がこう吹くから、でしかもセカンドランナー高橋由伸で、うん、右バッターの村田っていう8番バッターで、ツーアウト二塁で勝負するんですよ、普通。うん、歩かせた方がいいと思うんですけど、うん、でしかもライトの檜山の守備位置が定位置よりちょっと後ろなんですよ。ヒット1本で帰ってくるんですよ、ね。なんであれを持ってんのやと思ったら、そしたら、パーンってライト前に打ったら、タッチアウトなんですよ。2、3メートル前に。もうだからライトの檜山に、もうピッチャーが振りかぶる、まあ、セットポジションから動いた瞬間に前にもう全力でダッシュさせてるんですよ。で、相手油断させてるんですね。で、ライト前を打ったら、もう高橋由伸もある意味もう余裕で帰ってこれると思ったら、もう2、3メートル前でアウトなんですよ。もうさ、全部作戦ですから、まあ、よう見てるなみたいな感じ。だからそういうことが話ができるのは野村克也さんでしたね。なるほどね。だから僕だから NHK 時代にだって普通に監督室とか行けるんです。NHK が阪神に放送権利を払ってたんですよ、はいはいはい、年間10億ぐらい、はいはい、その交渉をやってたんで、あ、だからその阪神からお給料もらう人なんで、なるほどね、鹿島にこれ払ったみたいな感じ。払った人みたいな。そうそう、だから僕が NHK として NHK にこれ払ったのかっていうことを僕に聞いたら分かるわけですよ。なるほど。だから僕が NHK の会長の代理をしてたわけだから、はいはいはい、だから野崎って阪神の社長とか先輩だな、野崎に名前これ払ったんやとかそういうことを言われてたんで。なるほど、ね。だから30代でも本当にもう中枢にいたっていうのはそういうところで。脂っこいね。相当脂っこいですよ、これ。うん。